伊之助さん、今日はとても気持ちがいいですね。伊之助さん、もう一度声が聞きたいです。伊之助さんは幸せでしたか？鬼舞辻無惨討伐、鬼が生存していた悪魔のような日々が過ぎ去り、私たちも平和な暮らしができるようになりました。平和な暮らしとはいえ、たくさんの仲間たちが亡くなって、みんな魂を抜かれたような状態が続いていたんです。でもこの人は私に生きる力をくれました。青い、今日のご飯は何だ？伊之助さん、お夕飯までまだ時間がありますよ。そうか、じゃあどんぐりでも拾って食うしか。はあ、しょうがありませんね。おにぎり握ります。やったぜ。伊之助さんと暮らすようになってどのくらい経ったでしょうか？一緒にいたいとか、一緒に暮らそうとか、そんな言葉はなくて、でもいつも隣にいてくれて、それが当たり前になって、私に生きる力をくれる伊之助さん。だから私もできることは何でもしてあげたいし、ずっと近くにいたいんです。でも、最近気がついてしまいました。伊之助さんの元気がないことを。青い、おにぎりできた。あ、泣いてるのか？いいえ、泣いてませんよ。どこか痛いのか、気持ちが悪いのか？いいえ、違います。本当に何でもありませんよ。本当か？俺に何か隠してないか？はい、何も隠してませんよ。ほら、おにぎりが出来上がりましたから、天気もいいですし、縁側で食べましょう。おお、何かあれば言うんだぞ。俺様が何とかしてやるからな。じゃあ洗濯物を取り込んで。洗濯はダメだ、俺はそういうの苦手だ。分かってますよ。じゃあ伊之助さん、お茶が冷蔵庫にありますから持ってきてください。そういうのはお安い御用だぜ。青いのやつ泣いてたな。俺が心配かけてるんだよな。伊之助さんの後ろ姿を見ていたら、我慢していた涙がこぼれました。いつだって平気な顔をするし、体調が悪いそぶりもしない。大丈夫ですかとしつこく聞いても、へそを曲げてしまうだけ。でも毎日見ている私には分かってしまうのです。私が泣いてはダメだと分かっています。なのにどうして涙がこぼれるのでしょうか。ダメ、泣いてはいけない。私が泣いたら心配するじゃない。俺様が何とかしてやるっていつも無理をするじゃない。青い、違うんですよ。太陽の光が眩しくて目が霞んでしまっただけです。そんなこと、そんなことあるんですよ。やだな、さっきからおかしいですね。ほら、こっちに座ってください。おにぎり食べましょう。そんなに太陽眩しいか？本当に太陽の光で？はい、とても眩しいですよ。そういえば、伊之助さんと初めて会った日も今日みたいな雲一つない晴天でしたね。誤解、誤解飲むの？この薬すっげえ苦いんだけど。辛いんだけど、っていうか本当にこんなんで治るわけ？誰か説明して。またあなたですか。静かになさってください。何度も説明しましたよね。いい加減にしないと縛りますよ。縛る？俺手足もこんなだし、体中痛いのにひどい。あ、善一じゃないか。よかった、無事か。伊之助もいるのか？炭治郎、伊之助なら隣にいるよ。ごめんね、弱くて。そんなことより炭治郎、俺の話を聞いてくれよ。この人たち本当に鬼と戦ってきたんですよね。普通の男の子のように感じるけど、生き延びてここに来たってことは強いんですよね。誰一人そんな風には。雲に刺されて痛いし臭いし、もうほんと最悪で、しかもあの女の子にガミガミ言われ続けてさ。いいから静かになさってください。伊之助さんは静かに寝ていますよ。見習ってください。あの、すみませんでした。
再会を喜んでしまってはしゃいでしまいました。善逸、話は後で聞くから横になろう。まずは体力回復だ。ほわほわ。伊之助さん、なんだかほわほわしていますね。まあおとなしいからいいですが、イノシシの面も取らずによく眠れますね。覚えていますか？そういえば私たちが話をしたのは機能回復訓練の時でしたね。懐かしいですね。自分よりも小さいカナオに負け続けて心が折れてしまって、ふてくされていたりしていたの覚えてますか？そうだな、あの時は俺本当に弱かったからな。懐かしいですよね。自分より体の小さいカナオに負け続けてふてくされていましたのも覚えていますか？はあ、そんなことはしてねえよ。いいえ、私は覚えていますよ。ふてくされて訓練に来なかったじゃないですか。そうだったか。昔のことだからな、忘れちまったよ。私はしっかり覚えていますよ。それからあの日の夜のこと覚えていますか？私はすごく緊張したのを覚えています。なあ葵、大変なことが起きたぞ。日之助さん、まだ起きていたんですか？早く寝てください。いや、それが無理そうなんだ。何かあったんですか？それが俺な、何ですか？なんで近づいてくるんですか？葵にしかできないんだ。ちょっと待ってください。止まってください。そこで話をしてください。驚かないで聞いてくれ。なんでこんなに心臓の音が速いの？伊之助さん、何するつもり？俺実は。伊之助さん、なんだか苦しそうな、言いづらそうな。何を私に伝えたいの？私にしかできないことって何？腹が減って死にそうだ。はい？だから俺様の腹の虫がグーグーうるさくて眠れな。なんだよ、殴ることないだろう。もう伊之助さんなんて知りませんから。俺の飯は？そんなのありません。早く寝てください。伊之助さんはあの日の夜のことを覚えてないんですね。私だけの思い出でしたか。俺だってその時のことを覚えてる。葵が顔を真っ赤にして俺のことを見てくれるもんだから緊張したんだよな。思い出、これからどのくらい作れるんでしょうか。ずっと空ばかり見つめて何考えてんだろうな、葵。はい、どうしましたか？何も心配することない、俺様がいる。縁側でおにぎりを食べながら、伊之助さんは私に向かってこう言ってくれました。昔から何の根拠もないのに言い切る姿を不思議に思っていましたが、伊之助さんがそう言うと何でも大丈夫な気がしていました。でもこの時ばかりはそう思えませんでした。伊之助さんは嘘つきです。昔のことを思い出すと泣いてしまいそうになります。無残討伐後、私たちは多くの時間を共有しました。いつも私の近くにいてはご飯を美味しそうに食べてくれた伊之助さん、私を安心させようとしてくれているのかもしれない。私を悲しませないようにしているのかもしれない。でもそれが伊之助さんの優しさなんですよね。言葉ではあまり伝えない人でしたが、いつも私を励まし守ってくれました。伊之助さんの体調が悪くなり、病院に行くともう何もできない状態でした。なんでもっと早く言わなかったのかと責めた時もありました。でもそんな時でも笑っていたんです。本当は自分が辛いはずなのに。どんなにご飯を食べて私に笑顔をくれても意味がない、そばにいないと意味がないのにと思ってしまう私はわがままなのかもしれません。最後の日ぐらい笑っていないと怒られそうですよね。伊之助さん、今日は出会った頃のように雲一つない快晴ですよ。伊之助さんは幸せでしたか？私はあなたに会えて幸せでした。また出会えるといいですね。